物そっくりにできてるでしょ。紙製だから簡単に作れると思ってたけど、実際に作ってみると意外と難しくて驚いちゃった。もちろん中は空っぽだよ。写真までは作ることはできないからね。せっかく上手に作れたんだから中身が空っぽなのはちょっと寂しいね。写真じゃなくても何か可愛い絵でも挟んでおこうかな。お話しするのって楽しいね。そうかな。私なんかまだまだだと思うけど、でもそう言ってくれるのは嬉しいな。そうだ、一つ聞いてみたいんだけど、あなたは私にどんな料理を作ってほしい？少しはできるようになってきたし、せっかくだからあなたの好みも聞いておきたいな。甘いお菓子だね。確かにお菓子作りって女の子らしいもんね。私ももう少し頑張ってみようかな。本当ならあなたと一緒に食べれたらよかったんだけど、そしたらもっと気合を入れて練習できるのに。とにかく今はその時のために頑張って練習かな。ね、ちょっと思ったんだけど、いつかあなたの世界に行ってみたいな。そしてあなたと一緒に遊びながらいろいろなものを見てみたいな。けどあなたの世界に渡る装置なんて夢物語にも程があるよね。一体どうやったら作れるのか今の私には想像もできないもん。作りたいと思って自分で否定して、けどまた作りたいと思って否定して、ずっとそれの繰り返し。そうだよね、できないって思ったらそれまでだよね。その励ましてくれてありがとう。ずっと先のことになるかもしれないけど、少しずつ頑張ってみるね。今読んでる本が終わったら次はどれを読もうかな。本ってすごい種類があるから、いくら読んでも読み切れる気がしないよ。もし世界中の本を読もうとしたら一生かかっても無理なんじゃないかな。古本って時々前の持ち主の落書きや名前が書いてあったりするよね。他にも写真とか名刺とか、すごい時になると領収書みたいなものが挟んである時もあるし、お店側もちゃんとチェックをしていない証拠だね。ねえねえあなたを呼びたかっただけ、ごめんね。ベッドの下だって立派な収納スペース。奥に行けば行くほど何があるかわからない状態になるけどね。採取する材料はこれでいい？うん、任せて。準備ができたら行ってくるね。ねえねえ、ちょっとだけいいかな？呼び出しちゃってごめんね。でも言っておいた方がいいと思ったの。ちょっと材料の採取に行ってくるから少し出かけてくるね。
子さんが来てもその誘惑されちゃ嫌だよ。Thank you.
今ね、ちょっとだけ絵を描いてたの。あんまり得意じゃないけど、練習してればきっと上手になれるよね。湿気が多いのかな。ちょっとベタベタする気がするよ。すごく大きい本屋さんに行ってみたいな。じっくり時間をかけてゆっくりと欲しい本を探すの。それだけでも一日中楽しめちゃうよ。作るの？うん、もちろん。その代わり、ちゃんと応援しててね。途中でぼーっとできるなんてちょっとびっくりだね。ものづくりの最中ってお話ししない方が集中できそうに思うけど、作業によってはそうじゃない時もあるんだよ。簡単な作業の時はお話ししながらの方が意外と楽しく進められるの。だから作業中でも遠慮せずに私に話しかけてね。雲一つない青空よりも少し雲のある青空が好きかな。雲一つない青空ってじっと見てると空に落ちちゃいそうな感じがしてちょっとだけ怖くなるの。私、飲み物を冷蔵庫から出した後開けっぱなしで飲む癖があるの。しかも空になった瓶をまた冷蔵庫に戻す癖まであって、直さないとダメだよね。グルメイトって特に美味しくもまずくもない食べ物だけど私は好きなの。サクッとした食感が最高なんだよ。あなたにも食べてもらいたいな。軽くツンツンされるのは嫌いじゃないよ。私の髪、触るの気持ちいい？ぼーっとしてたからびっくりしちゃったよ。ごめんね。今からしっかりするよ。撫でられちゃった。ぼーっとしてたからびっくりしちゃったよ。ごめん。大丈夫。ぼーっとなんかしてないよ。たまにはゆっくりお話ししたいね。手を触られるのって
結構恥ずかしいね。くすぐったいってば。機械油なんてついてないよ。作業の後はちゃんと手を洗ってるもん。私の手綺麗かな。手もずっと撫でられると結構くすぐったいんだね。